うお、あら、うお、見れんで使ったら、うん、目はこっから見て一瞬で引き込んで足首を捕まえる。そうすればもう絶対逃げられない。であともう片方の足を畳んで入れて、その後羽を畳んで、一番最後が肝心だよね。頭の部分がこの辺来たら首掴むとガブって噛まれるから、頭の部分とくちばしの部分を一瞬で掴んで中に入れる。そんな感じで捕獲はします。大体あの石の上に止まるのが、ちょっとでも高いところに止まる習性持ってる。大体まっすぐ出すっていうのは 100% ないだろ。斜めにこう出してる。敏感な鳥ですから。だから鳥がこうカニ棒を見たときはカニ棒を止めておく。初めて見させてもらったんですけど、よかったです。そうですね、こんな狭いところでじっとしてるの大変だなと思って。遠くにあの海魚が飛んでるのを見ましたんで、綺麗でした。ね、なんか今お話聞いたら、日本で全国でここ一箇所だけしか捕獲してないっていうのを聞いたんで、非常に貴重な体験させてもらいました。なんか想像はつかなかったですね、どんなあれか。でもちょっと興味が湧きましたね。はい、本当に狭い一角の、あの断崖の一角を、まあ、作業場にされて、あの、まあ、隠れ作業なんですかね。それだけで全国に送ってるってすごいよね。驚きました。このトンネルがすごいなってやっぱり思いましたね。全国12カ所、鵜飼地がございますが、11カ所の鵜飼地に、こちらで捕獲した海魚を、供給しております。こういった場所で捕獲しているっていうのが、まあ、体感できればなというふうに思います。ここ全国唯一の捕獲場でありますので、こちらにぜひお越しいただきまして、まあ、市としましては交流人口の拡大に結びつけていければというふうに考えております。覗き穴か、片目でしか見られないから遠近感が難しい。こうやって、うん、